キ気酸は有機溶媒の一種で直射状アルカンである。常温では無色透明で灯油のような匂いがする液体。水溶性は非常に低い。ガソリンに多く含まれ、ベンジンの主成分である。構造異性体の枝分かれアルカンとして、2、メチルペンタン、3、メチルペンタン、2、2、ジメチルブタン、および2、3、ジメチルブタンの4つが知られ、 イソヘキサンと総称される。それらの異性体と区別するため、ヘキサンは特にノルマルヘキサンと呼ばれることもある。また、これらの異性体を含めた炭素6個のアルカン群の故障として、ヘキサンという言葉を使うこともある。600摂氏700度で熱分解を起こし、水素、メタン、エチレンなどを生ずる。極性の低い溶媒として、油脂の洗浄、抽出を はじめ様々な用途に用いられる。大豆の脱脂加工法の一つである溶媒抽出法は、大豆を破砕した後にヘキサンを溶剤として、使い油脂を抽出するものである。ヘキサンには毒性があるものの、沸点が69度前後と低いため加熱すれば容易に除去できる。応募製造を行った際の複製産物である脱脂加工大豆は、醤油の醸造や、 資料などに利用される。こうした点で、ヘキサンは食品添加物として扱うことができるが、加工過程で完全除去される加工除剤であり表示されることはない。一般用途では、ホームセンターなどで、ブレーキクリーナー、パーツクリーナーという名称で、イソヘキサンを主成分とするスプレーが販売されている。これらの商品は、イソヘキサンの溶剤としての効力を高圧ガスの、 噴射力でさらに高めており、油脂や金属庫による汚れを効果的に除去できる。自動車整備用途だけではなく、機器や部材のグリスや油脂汚れの除去にも応用されるが、プラスチックやゴムを侵す作用がある。ヘサ酸は、因果点が低く、摂二22度の因果性液体である。空気中の爆発限界濃度は1.1から7.5ボリュームパーセントであるので、 使用する際は十分な換気が必要である。日本では消防法により危険物第4類に指定されている。慢性毒性として、アルカンの中でヘキサンは特異的に毒性を有する。代謝系でヘキサンが酸化されに5ヘキサンジオンが生成し、これが抹消神経を犯すために歩行困難などの多発精神経症が発症する。 急性毒性としては 500ppm 以上の濃度のヘキサ酸に暴露することで頭痛や軽度の麻酔作用が現れることがある。ありがとうございます。